皆さん、こんにちは、佐々木です。えー、本日は、イサリアムがビットコインの時価総額を抜くのか、抜かないのか、えー、そしてどれぐらい上がる、えー、可能性があるのかという話をしたいと思います。まあ、これまでもね、僕のチャンネルの方でイサリアムの話とか、えー、してきたんですけども、あと、まあ、リップルとかね、バイナンスコインとか、まあ、それぞれの比較とかしてきたんですけども、まあ、いよいよね、結構あの、えー、こういったコインポスターの記事とか、ネット上でもイサリアムが、ね、抜いてくるんじゃないかっていう話題が結構出てきましたので、まあ、これについてね、僕の見解というか、 話していいいいきたいなという,ふうに思いますで、これから話していくんですけども、まだね、僕の公式 LINE、公式メールが登録してない方はぜひ登録しておいてください。YouTube ではね、配信していない無料の講義、投資トレードね、無料の講義や、それ以外の情報とかもね、無料で配信してますので、ぜひ登録しておいてください。あと、僕の使用している証券会社ということで、仮想通貨の BTCFX はバイビットで短期トレード。で、仮想通貨はバイナンスで。 えー、現物取引とかね、あとステーキングとかメインでバイナンス。まあそれ以外にディファイもありますけど、えー、バイナンスがメインになってきます。であと FX は XM を使ってますあ。ツイッターの方でもね、頻繁に情報発信してますので、えー、ぜひね、えー、登録してもらえればなとあ、フォローですね、してもらえればなと思います。で、えー、本題なんですけども、例えばイーサリアム、えー、この記事とかだと、まあいろいろね、そのチャート的にも結構そのリバウンドっていうか、まあこれ見てほしいんですけど、こう下落してから強いんですね。えー、ビットコインだと、 まあ、あのイーサーだとこの辺まで4万6000ドルぐらいまで戻してるみたいなイメージですけど、えー、ビットコインはあまり戻してないと。で、イーサーはまあ結構戻して、まあ、そもそもね、あの上がり方がその4月後半から一気に上がり始めて、で、それでまあ下落幅は大きいっていうことになったんですけども、まあそもそもこの上げ幅がでかかったんで、えー、今まあこれぐらいということになってます。まあ一応上昇トレンドは継続かなと思いますね。一応チャート形状的には。ログスケールで見ると圧倒的に継続。うん。だからまあ問題ないっていう形。 で、まあ、それもあって、上昇トレンド継続っていう見方もあって、あと、リバウンドが強いっていうね、えこともあって、かなり強いんじゃないかなと思います。あと、その、この記事の後半ですかね。ここら辺がいいこと書いてあったんですけど。要は、あの、まあ、僕もちょっと前から言ってたんですけども、例えば、あの、ここですね。 イーサイアムのすごい機能っていうのはスマートコントラクトの機能をはじめ NFT で DAPS を備えているその独自の経済圏によってサポートされており従来の金融システムを支配しているということを言われてるんですけどもあのま,あまさにその通りかなと思いますねあの本当にそのビットコインのその技術っていうよりもやっぱりイーサイアムの技術っていうものは今その仮想通貨界ではもうなんていうかな大きいとただそれをその 脅かす存在として、例えば、えー、バイナンススマートチェーンっていうものが出てきたりとか、あとはソラナとかね、あとは、何ですか。まあそういったものは結構出てきてるんですよ。似たような感じで。で、えー、イーサレムキラーっていうようなコインとか結構出てきてて、でそれが脅かす可能性もありますけども、まあ僕はちょっとわかんないですけども、あのー、結論としてね、ビットコインを越す越さないっていうよりも、僕があの皆さんに伝えたい最重要なことは、 コスコさないっていうよりも、僕絶対に E サレムって、あのまた 10, 10万円ぐらいまで戻ってくるんじゃないかなっていう未来が、えー、思ってます。わかんないですけどあの、そんな上がんないで、もしくは上がったとしても垂直下げして、また10万円ぐらいとか、要は1000ドルぐらいとかね、もしくは下手すると500ドルとか、うん500いかないかもしれないけども、1000ドル前後までは戻ってくるんじゃないかなと思ってます。今回のバブル崩壊とともにね。 なんでかっていうと、そのね、この2018年というか2017年の相場でも、まあすごい期待されて、すごい上がったんですけども、まあ下落して、下落してると。で、最悪、えー、最安値が、最悪っていうか、最安値が1万ドル切ってるんですよね。8000、えー、8、あ、1万ドルじゃない。えー、86ドルだから、1万円を切ってるんですよ。ちょっとドルと円がごっちゃになってるんですけど、1万円を切ってると。で、今は28万円ぐらいでしょ。だから27万、2000、 700ドルだから。圧倒的にその安いと、この当時はね。で、ここはもう僕でも持ったんですよ、ずっとね。で、あのー、なんていうのかな、あのー、持ってて、一応まあ上がるだろうと思ったんですけど、ここまで上がるとは思ってませんでした、はっきり言って。あのー、なんていうのかな、急にね、特に4月の段階で、あのー、なぜかこう、4月末って、そんなにその良い材料ないのになぜか急騰していったと。まあ、あの、イーサのその、なんていうのかな、アップデートの情報とかそういうのが、 えー高材料だと思われたと思うんですけども、ただそれってもともと予定されてたし、もう今年の1月とか前半ぐらいには、1月2月ぐらいにもう発表されてたと思うんですね、確か。だからそんなにもうあのー、もう材料として含まれてたのかなと思いますけども、なぜか買われたといった感じなので、まあそこはよくわかんないですね、はっきり言って。で、やっぱり今買うのは推奨できないし、やっぱ落ちてくる可能性っていうのは、えー、高いんじゃないかなと。で、仮に今時価総額のランキング見てほしいんですけど、 だいたいもう結構ね、上げてきていて、だいたい2倍ぐらい、イーサーが今の価格から2倍ぐらいになるとビットコインを抜いてくると。まあビットコインの価格が上がらなければですけど。だからまあ今の価格からイーサーが3倍とかなればビットコインは多分一気にそので3倍とかなり得ないので、だいまあ5000ドルから7500ドル。だいたい円でいうと50万から75万とか、それ以上になってくるとビットコインを抜いてくるっていう可能性はあるんじゃないかなと。 えー、思いますけども、ただそれがあり、あるかあらないかっていうのは、かなり微妙で、うん、微妙なところですけど僕的には、まあ、だからといって、コスコさないで、将来的に、ね、コスとしても、僕は今じゃないと思いますね。絶対的に下げる局面で来ると思いますんで、えー、一番少なくて僕はやっぱ2000ドルは割ってくると思いますね、どこかで。将来的に、例えば今から5000ドルに行くとしても、 とか6000ドル、7000ドルまで行くとしても、例えばこういった感じで、えー、下がってくる場面っていうのは、ほぼ確定的にあるんじゃないかなと。でここでもやっぱり2番底っていうか、えー、作ってますし、えー、これ、イーサじゃなくても、例えばビットコインでもこういった動き、一回こう2017年にすごいこう上がって、で、2018年とか19年っていうのは、ちょっとあまり、えー、値動きが良くなくて、で、やっと上がっていったんだけども、 で、そこで、その、なんていうのかな。えー、でねあの、みんな焦んない方がいいと思いますね。あの、そんなに、その、ね、今年始めた、来年始めたっていうのは、皆さんにとってはただその1年、2年って、確かに大きいんですよ。だけど、その、儲かる時に買うっていうのは、やっぱり、上がってる時じゃなくて、下がってて、誰も見向きもしなかった時に仕込んで,で、それがやっぱり上がっていく。もしくは、遅れて入ったとしても、たこの辺とか、えー、この辺とかで入っていったとしても、やっぱり、そういう場合っていうのは、やっぱり早めの利確ですよね。 自分の入ってたタイミングが遅いっていうのを理解して、それで早めに威嚇するっていうのはすごい重要かなと思いますね。なので、今は買わなくても、来年とか再来年とか、もう少し下落してきてから買うっていう方が圧倒的におすすめです。で、そのタイミングで例えばね、ビットコインイーサー抜くっていうニュースが出てきてますけども、今ね、結構出てきて、まあ、その前からもあったのかな、ちょっと前から。だけども、じゃあ、イーサリアム抜いてくるとかね、 あの可能性はないのかっていうと、それこそバイナンスコインが抜いてくるとか、あとそれ以外に例えば、わかんないですけど、ソラナとか、ヘデルハッシュグラフとか、そういう系、わかんないですよねエイターコインが抜いてくるかもしれませんし、リップルがね、上場して、地下総額ランキング1位とかえなるかもしれませんし、例えばポルカドットね、イーサレムキラーっていうポルカドットとか、 だからこのインターネットコンピューターとかね。これも今10位ぐらいですけど、ちょっと時価総額上がれば一気にこう5位とかそれぐらいまで入ってきますから。えー、だから全然あり得ると。あと最近話題っていうかね、このポリゴン。これもめっちゃ上がってますからね。だらこういう系とか、えー、も来るかもしれませんし。わか,かんないですけども、結構強いと思います、この辺も。イーサのその処理能力とかね、アップデートとかが送金手数料の面とかすごく安くなるってね、アップデートって言われてますけど、 あのー、もうそれよりも安い手数料のものとかコインっていうものはもう出てきてますんで、あのね、結構たくさん。だからもう、そのアップデートよりも、その新しいコインとかの性能の方がはるかに高いっていう、もう上記になっちゃってるんですよ。なるかもしれないじゃなくて、もうなっちゃってるんですね。バイナンススマートチェーンとか、そういったものが、もう技術を追い越してると。ただ、既存の人気で、要はあのビットコインみたいなものです。要は、ダプスとか、えー、スマートコントラクトとか、 あと、ディファイとか、ユニサップでイーサーが使われてるとかっていうのは、確かにすごいことだと思うし、発展していくとは思うんですけど、あと、共存ね。片方が追い込まれて、完全消滅ってわけじゃなくて、多分全部残っていくと思うんですよ。で、弱い、強いっていうそのえのがの残ると思います。要は国みたいな感じねね。の何でも、そのどの業界でも、その、影響力の強い、弱いとか、お金持ってる、持ってないとか、あと、国の広さ、人口の多さとか、そういうのってあるじゃないですか。 いい悪いとかす、あのでも事実としてありますよね。だからイーサも、その、すごい安泰っていうわけじゃないと思いますけども、ただ、現状はすごい期待されてるってけですね、ビットコイン。ただ、じゃあ、ビットコインとイーサーだけを比べた場合には、僕は、やっぱりイーサレムの方が、僕はなんとなく昔から性能すごいと思ってますよ。あよ。それもずっと動画で言ってますんで、昔から。だけど、なかなか追い越さないっていう。えー 追いい越さなかったったていうのは何で、かは知りませんでそして今何のため、このね、アップデートとかぐらいの理由で上がってるのは、まあ何でかは知らないですね。ただ、なんかその情報的にやっぱりこれ、ここら辺で買ってる人はみんな死ぬんじゃないかっていうか、まあ、暴落でもうこう2000ドル割ってくるところの,その餌食になっちゃう可能性はすごいあるなっていう風うに思いますね。やっぱり1000ドルからこの500ドルぐらいまで戻ってくるっていうのは、僕は限りなく高いと思ってますね。 一年、も2020年とかですかね、来年ぐらいとかにはとか、再来年とか、そういった、やっぱりしっかりおしめ、長期のおしめを持ってで、その、特にね、言いたいんですけど、長期投資だから高値で掴んでもいいって思っちゃってる人とかいると思うんですよ。まあもちろんそのね、何十年とか持つって過去だっていいと思うんですけど、やっぱり長期でも、やっぱり安値で掴む方が正義ですよ、圧倒的に。なんでかというと、やっぱり1万円台とか、100ドルぐらいで ESA ーー買った人とか、今、 もう27倍とかね、マックス40ドルまで上がったときはえ、40ドルじゃない、4000ドルまで上がったときは、えー、40倍とか取ってるわけなんで取れあの、理覚すればですけどね、まあ、ジャスト天井が4000ドルなのかどうかはわかりませんけども、ただ、やっぱりこのポジションで買うっていうね、1万円台とかで買うっていうのは、やっぱり紙ポジションですよね、圧倒的に。 でそこからどこで利格しても、もう大体正義。例えば1,500ドルの,この高値で全利格してたとしても、15倍取れてるんで、まあ十分かなと。で、ただ、大体の、たで今年始めた方っていうのは、イーサリアムとか買ったって人は、多分2月とかっていうのは、大体1,500とか1,300ドル前後とかだと思うんですよね。1,400ドルとか。この近辺で買った人たちは、今、やっと2倍になったかどうかなんですよ。だからそこからしてもやっぱり長期で買うっていう場合も、 やっぱりみんなが捨てたっていうところね。話題になってきたタイミングで買って、もう私、僕はもう長期投資だから放置でいいんだわ、みたいな感じで、含み損とかも認めるね。でしかも、含み損を認めてもいいんだけども、やっぱ僕が言ってるように、やっぱり買い増しをしっかりするっていうことですね。長期で持つっていうんだったら、そのコインを信じて上がるのを待つっていうんだったら、やっぱり長期でもっと下がった時に買い増しをして、そして未来に大きく上がっていくところを狙うと。そうすれば、この辺で買ったとしても、ここら辺で平均取得単価下がるんで、えー、なんていうのかな。 仮に、ね、イーサが1万ドル、100万 1ESA100 万円とかまで行ったときに、やっぱりこの辺だけで買ってる人たちよりも、買い増しをして平均食単が下げられた方が、えー、2倍、3倍とか5倍とか10倍っていうのは取りやすいってことです。っていうことは儲かるってことなんですね。単純に。だそこまで考えて、えー、やってほしいなと。だからあの、うどみにするのはいいんですけど、ちょっと厳しい話になってくるんですけど、あの、コスコスさないっていうよりも、チャート分析的には、テクニカル的にはね、テクニカルもファンダ的にも、 どっちも考えてやってますんで、普通にね。えー、しかもその、なんて言うのかな。僕が言ってることを、その、信じる、信じないっていうよりも、まあ、明らかにやっぱり、えー、バブルっていうのはね、イーサリムのヴィ、えー、タリック・ブテリンさんも言ってますんで、あの、イーサーを作ってる本人がね、今の仮想通貨バブルだと。で、崩壊する、今これが崩壊なのか、それとも数ヶ月後に崩壊なのかはわからないっていうね、もう崩壊するっていうことしか言ってないんですよ。だから、僕は崩壊すると思いますね。あの、 僕もその投資っていうかね、あのトレーダーとしてはまあある程度詳しいチャート分析とか詳しいと思いますけども、まあいや開発してる本人がもうバブルつって崩壊するっつってるんで、これはもう間違いないかなと思いますね。で、本人的には多分嘘つくとかそういうタイプの人じゃないと思うんで、昔からね、なんか真面目な生活、性格っぽいんで、だからそれもやっぱり踏まえて、やっぱりあんまりその、鵜呑みしない方がいいよと。で、仮に今ね、 あのビットコインの価値が例えば2万ドルも下がって逆にいい差が5000ドルまで上がったとしてじゃあ抜きましたっていうふうになったとしてもまあそこが天井だと思いますね話題になったタイミングでえまあつ買いが続いてね一気に7000ドルまで上がったとしてもまあ崩れて崩れてまた1000ドルぐらいまで持ってくるというふうに思いますなんでかというとやっぱりこう2017年とか18年1月の高値っていうのが1300、400ドルでそこからもう10分の1以下になってるんですよね えっと、100ドル切って80ドルなんで、10分の1です以下ですよね。10分の1が130ドルなわけですから、そこよりも下になってると。だから、あの、ま,またね、10分の1になるかもしれませんけども、まあ、10分の1とは言わないけども、10分の1で200ドルだか270ドルとかなんで今のね、4000ドルとかの10分の1だとして、400ドル、500ドルっていうのは、まあ、あり得るかなということです。 ね、そういうところ。で、まあ、1000ドル以下っていうのも全然射程圏内だと思うのは、もしもっと上がったとしても、やっぱり1000ドル以下ぐらいまで戻ってくるってタイミングは来るんじゃないかなと。で、そこが多分ね、あの、この辺とかで多分ね、結局、その長期のね、その次のそのバブルに向けて多分仕込んでくると思いますよ。今、例えばブラックロックとかね、あの、まあ、2017、1 8ぐらいからブラックロックとか言われたわけですけど、多分その人たちもか、あの、 なんていうの本気で買ってくると。あのー、投資会社ですね。あと、レイダリオさんとかもビットコイン最近持ってるって言いましたけど、多分彼も、あの、2010、2020とか、おそらくまあ、この近辺ところで買ったんじゃないかなと思います。上がる前にね。えー、やっぱり投資やってる人からすると、やっぱり、もう投資会社運営してる人って、当然投資のプロなんで、で、高値いで絶対買わないんですよ。あのー、当たり前ですけどね。 あの買ってる企業見てください。大体が、その、なんていうのかな、投資会社じゃないですよね。テック系の企業とか、マイクロスタティジーとか、テスラとか、それ以外にも結構買ってる企業っていうのは、投資会社じゃないじゃないですか。なんで買わないかっていうと、儲かんないからなんですよ。高値掴みして、それが数年使用漬けになるっていうのは、投資会社嫌いだし、えー、当,然当然、投資会社をやってる本人、社長とかも、そんなこと100も承知ないわけですよ。だから買わないっていうことなんですね。 いくらその、これから上がると思ったとしても、やっぱり、できるだけ安値で買いたいっていう。それはもう本当に、あの、本音かなと思います。僕もだから、今、急いでか、あの、ね、最近その3000万とかあると、ビットコインとかあるところに買ったって言いましたけど、まあ、資金量的には少額。うん。僕の中ではね、何億もあるうちの3000万。なんでかっていうと、一応これは勝負に値すると思ったからいです。こういうふうに少し上がっていって、 えー、励するとか。ただ、こ、こっから高値越してって、さらに上がっていくっていうイメージは、うん、今のところないですかね。うん。だリバウンドで、ここ2018年みたいな感じで、ここらへん戻してくるっていうぐらいです。ね。うん。年末、1000万いくか、HBTC がね、1000万いくかっていうのは、ちょっと疑問です、かなり。 うん、一応、だからそれを狙って買ったっていうのもありますい。一応ね、年末1000万、えー、10万ドルいくんであれば、今だいたい4万ドルぐらいで買えれば、あのー、2倍以上になりますし、で、年末その1000万で行って、それ以上上がる可能性もありますしね、あの、10、えー、12万ドルとかいくと、えー、3倍とかになりますんで、まあ、そのぐらい取れれば十分かなと思ってます。ビットコインでね。あと、ビットコイン持ってなかったってありますんで、 やっとビットコインの保有量とイーサーとバランス良くなったかなと思いますのであとイーサーをもう少し買い増しできればなと思いますけど上がってくんだったら買わないですバブル崩壊を狙って買おうかなと思っていますで、もしイーサーつかめなくてもその現金で USDT とかステーブルで持っている分を例えば他のねバイナンスコインとかえ例えば まあリップル買うか分かりませんけど、リップルとかね、他のアルトあるとに分散して、あのもしまたバブル継続とか、また強くなってきたら、一旦今リバウンドして結構強そう、また上がってきそうでありますけども、これがみんな最高値更新していって、さらなるその上昇トレンド作っていくのかっていうのは、うーん、ちょっとかなり疑問なので、その頃には結構ね、株価指数とかも多分末期、要は崩れ崩壊寸前までになるかもしれませんので、あ,のあんまり当てにはしてないですけども、一応、 僕は買ったっていうのはやっぱり勝負に値するなと思いました。こんだけ暴落して、えー、買わない理由はないと。で、ここら辺で上の方で高値掴みして、上に上が、さらに上がるところを狙うよりは、一旦こう急落して、えー、ちょっと例えばね、中国のニュースとかでやばいって思われてる時に買うっていう方が、まあ絶対いいと思いますね。まあそういうところを皆さんにも、その養、やしな投資眼っていうか、ニュースを見るとか、そのどういう情報があるっていうのを、あのチェックするのはすごい重要なんですけど、ただ単にその、 なんていうかこういうニュースを当てにしていいなっていうのは分かると思うんですよ。だけどもやっぱり買う位置ですね。儲かるか儲けないかっていうところで。まあ、そこであの、まあ、今回僕はで動画を撮ってアドバイスしてみました。ぜ、ま、ひ、あ、ね、あの参考にしてみてください。あのまあ、皆さんが、ね、あの思った時は大体買いたいなと思った時にすぐ買っちゃうと思うんですけども、やっぱり長期だとしても短期だとしてもやっぱり買う位置っていうのはめちゃくちゃ重要だと。うん、特に現物投資の場合って安値で貸仕込むっていうのはすごい重要ですね。 リスクも低いし、ローリスク、ハイリターンを実現するっていうのは、安値の時に買った人だけです。うん。逆に、バブル相場になってから買う人は、まあ、いくら長期投資だとしても、ローリスク、ローリターン、ローリスク、ハイリターンになっちゃいますね。ローリ、えー、んあ、ミドリリスク、ハイリターンぐらいかな。えー、ローリスク、ハイリターン。意味一緒じゃないですか、それ。この安値券で仕込んだ人だけが、ローリスク、ハイリターンになって、逆にこう上がっていったところで仕込んじゃうと、 えー、ミドルリスク、ミドルリターンみたいな。もう下手するともうこの辺とかで買っちゃう人は、ハイリスク、ローリターンですね。こっから上がっても、例えば2倍取れるとかね。言っても、た、確かにね、あのー、投資やったことない人からすると、例えば10万円分買って、それが15万円になるとかね、20万円とか2倍になるっていうのはもうすごいことかもしれませんけども、嬉しいかもしれない。例えばね、銀行に入れてるよりマシとかね。結構僕の LINE にも来るんですよ。あの、銀行に入れてるよりマシってコメントとか。 えと思ったので始めましたたとかねただ、銀行に入れておいた方がマシって思うかもしれないですよね。逆を言えば。大損を超えて。だから、それもやっぱり、あの、初心者がえ今のタイミングで始めるっていうのはもう、別にあの否定しているわけじゃなくて、一応それは理解しておかないと、それを理解してやるんだったら精神的に安定すると思うんですけど、それを理解してやらないからこそ、もう精神的ダメージも資金的ダメージ、大損してしまったりとかっていうこと。だから、ダブルで、 もう投資嫌だみたいなな感じになっちゃううと思うんですよね、うん、ただ、最初からいくら教えても、やっぱりその失敗とか経験をね、あのそれも全て糧にしてやんないとやっぱり成功はしないと思うんですけどね。ただ、一応は、えー、教えてあげたいなと思って動画撮ってみました。僕もだからこういう風に教えてくれる人いれば、今までそのもっとね、えー、マシだったんじゃないかなというふうに思いますので、一応、少しでもね、見てくれる人は役に立てばいいなと思って今回話してみました。えー、ということで今回は、 いいさがね、コスコさないっていうよりも下がる可能性とか、この高値掴みっていうことがいかに危ないのか、ね、プラス、えー、安値仕込むことができればいかにそのメリットがあるのかっていうことを話しみました。ニュースから受け取る情報っていうのはこれほどまでに多分皆さんと僕ととかね、あの他の方では多分違うんじゃないかなと思います。まあ、確かにね、こういう話題がやっぱりニュース的にはアクセスを集めるためには OK だと思いますけどね。ただ、うん、実際にどうなのっていうところはあります。あの、コスかコさないか問題はね。 仮にコスコスさないとしても、今買って儲かるのかっていう問題です。まあ、そこを一番伝えたくて動画を撮ってみました。えー、ぜひね、今回の動画良かったなと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あと、概要欄の方にあります、公式 LINE、公式メルマガあと、証券会社、あと、えー、SNS、あと、有料でやってるスクールなどもありますので、えー、ぜひね、チェックしてみてください。えー、ということで本日の動画は以上になります。最後ご覧いただきまして、ありがとうございました。